ここはどこかの何かの惑星。何もわかってなくて不安なんですけど。ここにはたくさんの妖精が仲良く、楽しく暮らしておりました。え、何あれ？うわぁ、大変だぁ。え、どうなってるの？そこに突如、黒い煙が。あっという間に妖精の国を黒い煙が覆ってしまったのです。女王様。とにかくこれを持って逃げなさい。わかりました。どうか、あなただけでも無事に逃げてちょうだい。あんなに美しかった星が、一瞬にして変わってしまいました。なんなんだあれは。逃げなきゃ、とにかく急いで逃げないと。謎の黒い生命体が妖精の持つクリスタルを狙って追いかけます。もうダメ、追いつかれちゃう。じゃあ。そして妖精はクリスタルを失い、ポップスターに落ちていったのでした。というのが今回実況する星のカービィ64のあらすじです。なるほど、このゲーム知ってたけどやったことないから楽しみだぜ。スイッチオンラインで今日から追加されたのよ。こちらの名作、コピー能力の機能とかも変わってて面白いので注目です。今回はカービィがどんな冒険をするのかしらね。そろそろねだー。言ってて、なんだよ。何これ、虫。こんな虫がいるか。なんか落ちてこなかった？あれ、ここは私、どうなってしまったの？そうだ、クリスタル。おい、そこの虫。これが欲しかったら100万よこしな。クリスタル。あれ？でも、こんなに小さくなかったけど。やったな、これで200万だ。何を言ってるんだ、このピンクは。あ、そんな、クリスタルがさっきの衝撃で砕けてしまったんだわ。そういうことなら金で解決。お金をくれたら手伝ってあげよう。お金？お金って、何？通貨知らんの。よかったわね、これでクリスタルを代わりに集めてもらえるわよ。よかったと言えるのかわからないけどな。あの妖精の名前はなんていう名前なのかな？よしこでいいんじゃない？勝手に命名するな。さあお金のため、よしこのために頑張るぞ。この時代からちゃんとカービィとしての見た目してたのね。なんだと思ったのさ。昔遊んだことあるんだけどちょこっとしか遊んだことなくてね。全く覚えていません。そりゃよかった。あれ？飲み込んだのに変わらないんですけど。見た目は変わってないけど能力は使えてるから大丈夫よ。カービィ、今のコピー能力を敵に投げつけてみて。何これ？そしてそれをまた飲み込んでみて。なんか二つ合わさってない。バーニングとニードルで、炎の弓の完成です。全然違うところに飛ぶというな。おお、合体コピー能力とかできるのか。それがカービィ64の特徴なのよね。掛け合わせると色々なコピー能力になれるのが面白いんです。戦いの幅がめちゃくちゃ広がりそうだよな。バーニングダブルはどうかな？あ、ミスって吐いちゃった。こいつが慣れてないんじゃしょうがねえな。カッターにバーニングを当ててみよう。これでバーニングカッターの完成じゃない？そのまんま。おお、炎の剣になったわよ。マジか、これすごくない？しかも飛ばせるんかい。想像の斜め上を行く感じなのねー。剣はまた口から出します。4次元ポケットか何かですか？いえ、特大剣でぶった切るのはやっぱり楽しいねー。序盤からこのパワー、カービィほど怖いものはいねー。おっと、謎の小屋で中ボス戦だー。こいつ見たことないんだけど、誰？瞬殺しやがった。中ボスとは何だったのか？そしてあいつは誰だったのか？今となってはわかりません。このファイアソードが強すぎて振り回してるだけで敵を倒せるわ。ちょっと他のミックス能力も使ってみたいな。ちょうどここに2体いるから組み合わせてみよう。まず取り出して。こいつやりやがったなー。タイミング良すぎてびっくりしたわ。ちょっと今カービィの顔を飛ばしたように見えたんだけど。あははは、気のせい気のせい。顔なんて飛ばせるわけないじゃない。やっぱり飛ばしてる。昔のカッターは身を削って投げていました。こんなことができるならカッターの帽子なんか被る必要ねえな。いやいや、それでも見た目が悪いじゃない。見た目の良さを重要視して変わっていったのさ。ほんとカービィって何でもできて怖いんですけど。ああ、せっかくのゴムを倒しちゃった。もったいなかった。組み合わせ実験できたのにな。本来の冒険の目的をもう見失っている気がするんだけど。あれ？僕、なんで冒険してるんだっけ？やっぱり。空から落ちてきた妖精のために、クリスタルのかけらを集めてあげるんだよ。あ、そうだったそうだった。ヨシコはなんで落ちてきたんだろうね。まさかエフリンみたいに究極生命体の一部とか？いやいや、国が何者かに襲われて亡命してきたのよ。え、そうだったの。こいつみたいに何も考えずに爆弾投げてる野郎じゃなかったんだ。ナチュラルな悪口。皆さんご覧ください。今度は花火になりました。何これ？綺麗だな。あ、ワドルディ。これ、何のかけらなんだろう？おい、後ろの影。え？ああ、今度はこっち。そうそう、それだよ。それが欲しいんだけど。うわあ。
それを、よこせー。じゃあ。花火でドカンってさ、うんうん。あれ？おい、デデデ大王の使いっぱしり。知って呼びな。なんだよ、あいつ具合悪いのか？あー、目玉の親父ー。ワドル D がなぜかワドルブーに変身しました。お前も変身できたのか、それじゃあお祝いの花火をあげよう。近距離すぎる。ダーマや、カービィ花火だぞ。かけらをもっとよこせ。かけら？何の話だ？操られたワドル D を正気に戻してあげよう。なんだよ、かけらならお前が持ってたんじゃん。わーい、ありがとうカービィ。お、おのれ、何者だ？また一つ集まったから追加で100万ね、持ってないよ。おい、大丈夫か？あれ？僕さっき何があったんだ？どうしてカービィさんが？とりあえず怖いからついていこう。カービィの近くにいればまた襲われる心配はないわね。ステージ1、これでクリアだぜ。お疲れマリオよ、聞こえるか？ここから先は全自動だぞ、ネタ。ネタまで読まんでいいわ。クッパがわざわざ全自動って教えてくれるなんて。きっと何か企んでいるのよ。この顔面チラ見せ演出が怪しいもんね。怪しいか。デデデ大王が好きなのかな？なんでそうなるんだよ。さあここからどうなるのか。みんななんとか言ってー。顔が大きいね。ただの悪口ー。おい、ちょっと待って。あ、小さいクッパもいたぜ。ふ、またつまらぬものを落としてしまった。結局クッパの企みはマリオの一振りの斧で闇に消えていったのである。ロロ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 ロ。インセクタークッパだ。あのカメムシ野郎。カメムシって。行くぞ、カメムシ野郎。ロロロロ。ドローパウブロック。パウサーカーソウルの効果でパウが近くにあるまで壊し続けるわ。ドローパウブロック、ドローパウブロック、ドローパウブロック、パウブロック、パウブロック、パウブロック。もうやめてマリオ、とっくにクッパのライフはゼロよ。あ、ほんとだ。でもまだカロンのライフはゼロじゃないわ。あー崩れる。これすごいストレス解消になるね。こんな恐ろしいストレス解消法やだ。あっという間に全部倒しちゃったよ。まだ倒したりねー。ヤミちゃんかな？誰が私だって。いやいやいや、なんでもないです。さあもう存分に発散しただろ。ああ、楽しかった。もう一周してこようかな。やめてやってくれー。お次はなんとマッハ40のダッシュ全自動コースです。マッハ40、こんなの飛んできたらひとたまりもないわね。まばたき厳禁。ワードスー。え、もうゴール。キノピオが大砲から落ちて、なんかよくわかんないけどドッスンを蹴散らしたらゴール。てかマリオでもこんなに早く飛べるんだな。